神奈川県立青少年センターは、神奈川県横浜市西区もみじが丘にある、青少年の健全な育成を図り、合わせて県民の教養の向上に資するための複合公共施設である。青少年の支援や指導、引きこもり、不登校、飛行等の対策、科学体験活動、舞台芸術活動の進行の4つの事業を柱とした活動を行っている。 施設の運営、管理は神奈川県。1962年会館、建物設計は前川国夫。中規模の多目的ホールのほか、演劇資料室や青少年サポートプラザなどがある。2003年末に老朽化した施設の更新と耐震補強のために一時閉館し全面改装を実施、プラネタリウムや科学体験コーナー等の一部展示施設が撤去された。 また、改装期間は、神奈川ドームシアターに機能を移していた。2005年に、再オープ分。文館、第二文館及び別館も、廃止となっており、工作室、音楽室や、ユースホステルもなくなっている。2018年7月、ドーコミューも、ジャパン選定日本における、モダンウィーブメントの建築として、神奈川婦人会館とともに、神奈川県立図書館、 音楽堂に追加認定された、金生体陽面経過観測記念ヒーリング地付近の紅葉坂脇にある、神奈川県立青少年センター条例ドコミューモ2017年度ドコミューモジャパン選定作品、ドコミューモ2019年3月5日閲覧。ありがとうございます。